は大阪府堺市堺区の綾野町東商店街。至って普通の商店街に見えますが、ここには珍しい踏切があるんですよ。商店街を進むと昭和レトロな雰囲気。なんとなく懐かしい感じがしますよね。閉めてあるお店も多いようです。このまままっすぐ進むと見えてくるはずですが、あ、見えてきましたよ。ここが本日の目的地、商店街の中にある踏切です。商店街を二分するように軌道が走っています。大阪ではチンチン電車という愛称で親しまれている阪堺電車、そのチンチン電車が商店街の間を走っています。こちらが大阪市ホーム。反対のこちら側が堺ホームです。商店街アーケード南側と踏切、線路を挟んで北側アーケードと踏切です。商店街の踏切カンカンです。アーケードの間をチンチン電車が走ります。次は反対側の踏切、最後に反対側からの商店街の映像です。本日もご視聴ありがとうございました。